榎本高綱は、戦国時代の武将、下谷国江本城主、小山高朝の子、小山秀綱の子とする説もある。1558年に下谷国義論城の史上の榎本城主となる。以後、北条氏に対抗するための備えとなる。榎本城周辺及び近隣の領主は、当時、上杉氏と北条氏の構想に巻き込まれ、港湾氏、佐野氏、結城氏。 小学坊等の諸勢力の争いの舞台となった。A67 年11月16日、北条氏政に命じられた、皆川春秋は、江本城の攻撃を開始した。春秋は、横倉伊豆が率いる、約1500人、小倉大善の助の率いる、約1300人、金子長虎約700人、そして自らの旗本約1500人、計およそ5000人の軍を編成し、 太平山などに婦人した。対して高綱は、軍師の瀬尾三河と協議し、高綱の着手、孔光竜ら約500人、瀬尾十兵衛ら約400人、また城を出て奇襲する部隊として、杉本七右衛門らと鉄砲隊、約300人を用意し、長野川の包みに伏せておいた。東側には、軍師瀬尾三河ら800余人、本庄に、長井三郎左衛門ら500余人、 計1500人以上の軍勢で守りを固めた。ホライの合図で、金子長虎が磯山に軍を進めた。江本方の絡めての軍勢らは、城下の民家を焼き払い、長野川を渡って、高島方面へ出て、鉄砲を打ちかけた。17日、薄暗い夜中から、大風が吹いてく来た。瀬尾が川を渡って敵に近づき攻めることを命じる。馬に鞭打ち飛び出し、 海を習えて鉄砲を一斉に射撃し、寒風に吹かれ、手足が凍えている皆、川方が慌てているところに、長層で突き崩した。皆川方は乱れたが、横倉伊豆が、敵は小勢である、引き返せと言うと立て直った。そして皆川方で、横倉の配下、砂が行部が前に出ると、榎本方の星、渡り次郎太郎が答えて一騎打ちに出た。 しかし、榎本方の軍は、瀬尾の命で槍を揃えて砂がめがけて突きかかった。横倉が砂がを死なすなと戦を続けたため、小林、下高島周辺は激戦となった。下高島から、真由美並木も激戦となり、榎本方は西へ退いた。横倉は、深追いしないよう命じ、陣に帰って、朝飯とした。瀬尾三河は足軽に対し、今回の戦は、 敵は大勢。勝ち目はない。死ぬことは、高津が様への方向、恐ろしくなったわけではないが、大勢を、小勢で守ることは無謀である。小山に援軍を頼んでも無理。今日には落城するであろうから一そ潔く死ぬしかない、と言って、野田方面の皆川方に鉄砲を打ちかけ、乱れる暇に、堤の杉本七江門ら副兵が攻めて、不意をついた。11月18日。 皆川方が総攻撃に出る。瀬尾三河は、最上口で鉄砲と矢で戦った。激戦中の瀬尾を見ていられず、榎本高綱が出陣。赤色の鎧に、金色の陣羽を織り、クワガタの二つともへの兜をかぶり、白地に、榎木という旗を立て、かかれかかれと叫んだものの、皆川方、高田小次郎の放った矢が高綱の馬の太ももに当たり、落馬。 手早く担当で喉を刺して自害した。内死にの場所は、現在も、お墓様と呼ばれ者が祀られている。上主の内死にによって、榎本元方は幸福。この高マンは、小田原に送られた。ありがとうございます。